どうもダイヤです。いや気合い入れるか。よいしょ。はい、ふわっと元気にコントを皆さん、どうもダイヤです。今回もトータルアキュレートバトルシミュレーター TBS やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、もうね、虚無感。いや、なんか久々にね、TBS の、久々にってほどの前かな、TBS のちょっとまあ取りためがなくて、多分この動画、なんだ、今、11時ぐらいですけど、11時ぐらいで、多分今日投稿されると思うんですけど、まあ取りためもないんでね、今日このまま投稿されると思うんですが、まあ、なんか、雨降ってるし、なんか、つか雨強いし、なんだろう、この、今日ね、めちゃめちゃ歯がきしたんですよ。まあ、一応ね、夕方からちょっと教習所行かなきゃいけないんで、用事があるっちゃあるんですけど、まあ、うん、なんだろうね、なんだこの虚無感。固形化した虚無感になってる今、うん、形を持った虚無感になってます。はい、いやね、まあ、これなんでなんでって言ってるんですけど、なんとなく理由は分かってて、ここ最近ちょっと忙しいんですよ。まあ、バイトが結構なんか謎に多かったりっていうのもあるんですけど、謎に多くもねえかな。バイトを、そうだよ。バイト終わって家帰って寝てるのが悪いんだ。そう。バイト終わって家帰って寝て起きて、なんかまあ夜中何するでもなく適当にダラダラしてエイペックスとかした結果、朝起きてバイト行って、で、休みの日は休みの日で、なんか教習所とかあったり、まあなんだかんだ忙しかったりするから、最近、多分、2月入ってね、まだね、今日なんもない休みだって言ってる日が今のところなかった気がする。そんなこともねえかな。初週は休みあった気がするな。なんか、ここ1週間ぐらい、なんか何も手ついてなくて、なんか、ああ、忙しいな。あれ忙しくねっていう風になってたりするんですよね。そうなると何が起きるかっていうと、なんかね、キョモってくるんですよ。今もね、やることはある。ただね、なんだろうね、この、何か、物事に、着手しようとできないような感じの、この無気力症候群感、わかる人いますでしょうか？わかる人、ぜひ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。今日動画撮るのやめるか？っていう風に思っているよっていう、まあそんな今日この頃の、まあもうほぼ日記みたいなもんですよね。ブログだよね。これなんだ？これ TBS 俺公開ブログか何かと勘違いしてるのかもしれんな。うん。まあどうせ3割も見てねえからいっか。そう、この冒頭部分3割も見てねえから、どうせ。はあ。なんかそう考えるとちょっと面白くなってきた。はい。ということでやっていきたいと思います。あ、そう、全然関係ないんですけど、ちょっと音量調整をね、音量調整ってか、動画自体の音量とかをね、ちょっといろいろいじくろうと思ってて、まあちょっと今調整中だったりするんで、まあ、あれかもしんない。僕の声がちっちゃかったりする可能性もあるかもしんないし、なんかもろもろ音が大きくなってるかもしんないし、まあちょっとそこら辺よくわかりませんが、まあなんかちょっと、少しの間、ちょっと安定しない日々が続くかもしれませんが、そこは許していただけると嬉しいです。では、やっていきましょう。また長く語っちまったよ。はい、ということで、今回も冒頭長くてごめんねってところなんですが、まああれはあれで僕のテンションを上げる役割があるんで許してくれ。はい、今回はリクエストマッチやっていこうと思っております。たくさんのリクエストありがとうございます。ではまあなんか適当にね、厳選してやっていこうと思います。まあまずはね、つい前回、ついこの前、あれはね、久々にテンション上がったね、モンキーキング、強化されたモンキーキングとキングでバトルしてみてくださいといただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。はい。モンキーキング VS キング。まあ、個人的にはキングが勝つかなって思っているところではある。やっぱね、モンキーキングね、そう、明らかに強くなったんだけど、まあやっぱ他人数に対して強いかなっていう、そう、まあ、そうね、そうよねって感じ。うん。他人数に対してがやっぱり強いので、攻撃をどれだけ当てられるかってところに向かう。まあ、あ、でも今回いい乱数引いてる。だいぶいい感じだよ。いい乱数引いてるよ。
村がある、村がある、モンキーキング、いいランスを引いている。あ、でも本体死んでる。あ、死んでなかった、生きた。どうだ？あ、いけるか、いけそうな気がするな、これは。勝てそうな気がしないでもない。お、これはいいんじゃないか。やっぱね、こういうね、勝てる、勝てないのね、瀬戸際というか、試合内容によって、どれだけ攻撃を当てられたか、攻撃を当てられたら、キングが怒りを代弁してくれた。いや、ここ最近ラ行、ここ最近ってか、なんか去年の夏かな、去年の夏のね、スーパーマリオサンシャインの耐久配信をやった後あたりかな、その数週間後ぐらいからね、なんか滑舌悪いなっていうか、ラ行が下手くそだなっていう風に最近ね、てかずっと言ってるんですよね。なんかあれか、なんだろうね。まあ、じゃあ練習するか。まあなんかせっかくなんで5勝負ぐらいしてもらうか。いや俺モンキーキングはね、前も言ったんだけどね、正直感動した。モンキーキングの強くなった姿には正直ね、感動を禁じ得なかった、マジで。あのね、もうね、モンキーキングね、これなんだろう、コメント欄とかでもあったんだけど、昔のモンキーキングもそれはそれで強かったっていう風に言ってる方はいらっしゃったんですが、俺正直言うとね、モンキーキングどこら辺が強いのか全く分からんかったよね。そう、2000のコスト使ってどうやって使うのこいつみたいな、そんな感じだったんですよ正直。うん、2000の価値あるいらんやろっていう感じだったんですけど、でも今のこうモンキーキングに関しては2000のコストはあるなっていう風に思いますね。うん、まあ雑魚処理性能が特化してるんで、まあ、その分こうやってキングと戦ってる姿を見ればなんとなくわかると思うんですけど、キングにはビフリってか、まあ振り気味かな。今回勝ったわ。おん、やるやん。なんだ、人がさ不利って言ってる時に勝つのやめてもらっていいですかなあ。あれ意外と同格 ?2-3 か。2-3 でキングだから、まあ個人的な観点では、まあキン、じゃあキングの方が美有利って感じかな。キング美有利って感じがしますね。はい、タイヨロ。ん、タイヨロじゃない、タイアリ。次行きましょう。ちょっとこれね、気になったなと思って、めっちゃ、あ、これは面白いって思って、ちょっとやってみようと思ったんですけど、モンキーキング。モンキーキングを、ネクロマンサー、こちらですね、このキャラクターでネクロマンサーでモンキーキングをネクロマンスしたらどうなるのっていうことですよ。はい、これね、まあ骸骨が分身していくのか、それとも匂い棒どうなっていくのか、そこら辺をちょっと調べていきたいと思います。配信よろしくお願いします。はい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 。てかよう考えたら死んだらあんま意味なくね、よう考えたら死んだら意味ないような気がするんだが、だがだが、じゃがリコ、じゃがリコ、じゃがリコ。なんか適当に長く生きてくれそうな、あまり影響しなさそうなキャラクター。適当に生きててなんか影響しなさそうな君かな。うん、君に決めた。まずはモンキーキングを死体にしないといけない。さあどうよ、どう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 、あ、どうどうかわかんない。とか、あ、あ、お、これは本体が死んだ感じだね。あ、やっぱあれだね。まず一つ、モンキーキングの、なんだっけ。クローンか、そう。モンキーキングのクローン、全く出てこなかった、クローン。クローンっていう単語出なさすぎた、びっくりした今。モンキーキングのクローンは、あれだ、死んだ時に、てか死んでも死んだ時に消えるから、あれだわ、モンキーキングのクローンは、お、骸骨側にならない、ネクロマンスしない、まずそれが一つね。で、骸骨モンキーキング、ネクロマンスモンキーキングは攻撃した時に分裂しません。まあそうよな。あ、でもなんかあれだね、尿意棒はちょっと伸びた、今なんか尿意棒ちょっと伸びた臭さあるよね。なんか尿意棒はなんかランダムな感じがしないでもないけど、どっちだろう。まあなんかあんま変わらなさそう、そこら辺は。まあどっちにしろ分身は生まれないっぽいね。分身生まれないのはまあちょっと残念といえば残念だけど、まあ当たり前といえば当たり前。え、待って、今生まれた？生まれてない？これ生まれたよね。生まれなかった？え、生まれてるよな。え、生まれたじゃん。え、待って、もう一回。ワンマ、これはワンマ、生まれたよな。今生まれ落ちたよな。何か生まれ落ちたと思うんだけど、どう、ちょっともう一回やってほしい。それはね、もう一度見たい。もう一度見せてくれ、その姿を。さあ、ちょっと邪魔っすね。
邪魔だが、まあ、満帆でござるな。強いな、キングくん。さすがだな。やっぱキングくん違うな。やっぱ、うん、キングくん違うわ。そこら辺ね。そこら辺ちょっともうちょっとね、優しくしてほしいところはあった。うん。意外とモンキーキング、ネクロマンサー2人ぐらいで倒せないかな。きついかな。あ、なんかうまいこと倒した。まあ、こういう姿を見るとさ、やっぱちょっとどういう、なんでそこをずっと止まっちゃってるんですかね。はいはい、攻撃振ったぞ。あ、どう、え、今のはどう、今のはどうだったの、今わかんないでしょ。なんで俺はコントロールしてしまった。コントロールしなければ分かっていたかもしれなかったのに、分かり得ていたこの世界。あー、いや、てか簡単に死ぬな。こうやって見るとモンキーキング弱さあるね。弱さあるってか弱みはっきりしてるね。簡単に死んだもんね今ね。どうどう、うー、そっちはちょっと、あ、まずい、これは死んでしまうのでは。なんか分裂してるのかな。なんか生み出されてる臭さある。生み出されてるようなそんな気配はする。生み出されているようなそんな気配はするんだが、結局生み出されているのかどうかが全くわからないという、ちょっとすごいジレンマを感じているんだが、どうしたらいい。ちょ、もう一回頑張ってほしい。あー、ワンパンか。いや、来てる。あー、死んだ、死んじゃった。あー、死んじゃった、死んじゃったね。あ、どう、頑張って頑張って、こんで、あ、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、いい感じだよ。あ、やっぱ、やっぱ分裂出してるよな。まあ、体力がクソ少ないから、そもそも分裂ってか、ネクロマンスした骸骨。そもそもネクロマンスした骸骨の体力がめちゃんこ少ないから、まあ、あんまあれなんだけど、わかりづらいんだけど、ちょっと見てて。もう一回、やってみてくれるはず。あ、ほら、うん、違う、これは違かった。いや、そうだな、合ってる。いや、あ、あ、待って待って待って。出してる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 よ。ほら、たくさん出てるもん。わかりましたね、今完璧にわかった。いや、これは面白いな。なるほどな、いいね。モンキーキング、ネクロマンスモンキーキングっていうのかな。ネクロマンスモンキーキングと、まあとりあえず名付けましょう。ネクロマンスモンキーキングを使う、全然喋れん。ネクロマンスモンキーキングが口馴染みなさすぎる。ネクロマンスモンキーキングで攻撃をすると、なんだ、スケルトンファイターか。スケルトンファイターができるね、これ。スケルトンウォーリアーか。スケルトンウォーリアーが生成されるわ。しかもそのスケルトンウォーリアーは、クローンみたいに消える。これは、面白いわ。なるほどな。ってことは、もしかしたらだけど、モンキーキングの能力っていうよりは、この武器の能力なのかもしれんね。もしかしたらね。武器が、いや、単体か。うん。そんなややこしいこと考えなくていいか。普通にモンキーキング自体がか。武器がどうたらこうたらっていう風に考えたりして、わけわからんくなるから、まあ、モンキーキングがってことだな。なるほど。やっぱあれだね、ネクロマンサー面白いね。こいつ、生前の能力っていうのかな。その生前の能力をコピーするっていうか、生前の能力そのままにっていう感じだったけど、こういう風にモンキーキングを使ってみると、めちゃめちゃ分かりやすいね。マジで生前の能力をそのまま、死んだこいつだったわ。面白い。いや、これはね、リクエストありがとうございます。これは見た時にね、面白いな、これやってみようと思ったんですよ。そう。確かに気になるわ。めちゃめちゃ。ありがたかったです。口下手か。次行こう。はい、続いては、レディー・レッジェル VS キングにてやっていきましょう。よろしくお願いします。まあ、だいぶ情報修正を食らったのか食らってないのかいまいちわからない、ジェイルか、そう、レディー・レッド・ジェイルですが、まあ情報修正って情報修正か。竜巻ね、ボコボコだが、ボコボコだが、ちょっともう一回やっても、もう一回やってみて。うん。まあ、実際ね、竜巻は結構、性能としては面白いんだけど、ジェイブ自体の単体の性能は昔とそんな変わらんか。うん、ボコボコだね。ボコのボコだね。これワンチャン一人に負けるんじゃないか。多分二人はどう頑張っても無理だな、これ。ワンチャン一人に負けそうな雰囲気ある。うん。あー、これはきついか？キングが。あ、いや、これはきつかったね。踏みつけられまくってたもんね、今ね。ボキ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 って。
明らかに踏みつける肋骨を砕かれていた。明らかにね。おお、脇腹にヒット。おっと、前蹴り、つま先から思いっきり蹴っていく。おっと、これは、さすがに1体には負けないか。これはな。さすがに1体には負けねえって。あ、負けてるわ。ダメだ。ダメだったわ。なんかさ、どうなんだろう。将軍も、この後ちょっと将軍もやるんですけどね。将軍もちょっとそうだったんだけどさ、なんか雑魚処理っていうか、そういうなんか、あれかな。なんていうか、ああ、勝った、今度は。集団戦に、なんか、今回のさ、テコ入れ今回のテコ入れ全体的にさ、集団戦にさ、さらになんか強くしましたっていう感じがするよね。なんか、いやまあ、TA ベース、まあ、戦術系というか、戦争系バトルシミュレーターなんで、さすがに1対1でバトルさせてる僕が割とね、レアなケースではあるんですけれども、それにしてもなんか、対1性能っていうよりは、全体性能っていうのかな、集団性能をかなり重きを置いてるというか、集団性能の方を強みにしてるような気がしますね。どうでもいいけど、2対3で勝ったから、まあ、さすがに1対1は負けんか。うん。なんか、さすがに1対1では、キングには負けなさそう。まあ、ただ、さすがに2体はこれどうしようもないな。うん。キング2体に関しては多分、どうひっくり返っても勝てん気がするんで、そこはもう一旦置いとこうかな。まあ、これを見て、ジェイド、タイマン弱くねっていう風に感じるのか、それとも、いや、キング強くねって感じるのか、僕は後者です。はい。結局、キングが強いんだわ。うん。俺の中ではね。そう。あくまで俺の中では。いや、でもね、キングは強いよ。こいつ。うん。昔から言ってるけどさ、これだけいろんなアップデートを加えられておきながらさ、そのアップデートを加えられたインフレキャラについていってるキングはさ、えぐいよ。俺はそう思う。うん。キングさ、俺毎回褒めてるよな。そろそろキングのことけなしてあげないと、ちょっと、あれだな、キングが逆にハードルもう高く、ハードルが常に高いのよ、キングの。ハードルがもう走り高跳びなんよ。もう、やばいな。次行きましょう。まあ、さっきこれもやるって言ったんですけど、まあ、キング VS 将軍、まあ、どっちが勝つのかと。多分ね、将軍はね、攻撃避けたりするからね、さすがに将軍の方が勝つそう。この攻撃もあるしね。キング VS 将軍はさすがに将軍の方が勝つんじゃないかなって。何をしとる。ああ、動いた。よかったよかった。おっと、どうだ、いいの入って。ああ、さすがにきついか。多分ね、キング、まあ、将軍はなんだかんだ武器っていうか、まあ、長物でバンバン殴ってるし、攻撃の回転速度的にもね、あと攻撃を避けるのが偉いよね、将軍はね。さすがに勝てないかな。うん、すげえなんか綺麗に佇んでたな今。いや、これは無理だね。これ2体、2体だったらいい勝負になるかな。これ2体だったらワンチャンいい勝負になりそうな感じもある。まあ、というかまあ1対1でいい勝負になってたジェイドがあんまりあれだったかもしれん。おっと、どっちを狙った？あ、これ1人なんだ。1人って、いや、結構多人数狙ってたけど、なんかたまたま1人しか当たらんかったかな。おっと、いい勝負じゃない？これは。結構良さげだよ。これはね、あとどんだけしばけるかって感じ。おっ。おっと、一人倒れた。さあ、あと一撃だと思うんだが、よー、ナイス回避。いいね。いや、将軍強いね。その回避はうまい。今の回避はね、震えた。完全に、キングの射程距離を、キングのね、獲物のね、リーチを分かっていた。お、プル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 。あの、右足が今すごいなさ。キングの獲物の射程をね、完全に把握した。このノックバック。いやー、ちょっとこれは下がりすぎだけど、下がりすぎだけど、まあ、いや、今のはいい回避。や、回避強いな。うん。強いわ。将軍強え。将軍強えわ。ちなみにこれもう一つリクエストなんですけど、将軍 VS ジェイドってあったんですよ。この結果を見ると、ちょっと、まあ、言いたいことはわかるね。うん。やってみましょう。将軍 VS レディー・レッド・ジェイ。ファン、飛ばなかった。どう？どうよ。おっと？さあ、倒れてんだよな。この倒れ切ってる時点である程度のね、決着がもう決まっちゃってると言っても過言ではないのよ。そう。もうちょっと頑張ってほしい。頑張れ。さあ、竜巻にまずは浮かされて、そこからバトルはスタートしていく。さあ、将軍の攻撃。将軍の攻撃を受けて、辻斬りのような。はい。なんだっけ。花唄山頂、矢はず斬りと言おうとしていた最中に、背骨砕き炸裂。はい。レディー・レッド・ジェイドの、狙いすましたかのような背骨砕きが将軍の背骨を叩き寄った。いいね。
いや、まあ、結局ね、一撃が強いからね、ジェイドは。ジェイド一撃が強いから、おわ、間違えて、ごめん、もう一回出して。ボタン押し間違えた。ジェイドは、まあ、一撃が強いんで、その一撃をどれだけ与えられるか、まあ、そこがね、やっぱ大きな。うまい。一瞬だった。おっと、ジェイド、お前、思ったよりやりおるまん。あれ、こう考えるとあれなのか？将軍ってなんか意外とあれか？なんか、剣とかリーチ系？リーチ系はなんかちゃんと避けるけど、なんか避けられなかったりするから、なんかこういうなんか、スーパーボクサー的なそういうインファイターには意外と弱い。なんか、ちゃんと間合いを、あ、いや、意外と、そうだな。将軍、インファイターに弱いぞ。思ったより。極論だけど、多分、将軍、テコンドーに負けるな。まあ、さすがに1体は無理だろうけど、将軍多分ね、テコンドーには勝てないね。勝てないというか、テコンドーは多分いい勝負するね。逆にハルバードとかは多分何体狙っても、瞬殺。もう殺し方分かっちゃいました。もう知っちゃいました、ジェイドさん。分かっちゃった。分かり手だった。最初の1試合目で、お前に花を持たせてやったけれども、お前の殺し方はもうすでに理解してしまった。ダウンローデッド。ゲーミングお嬢様、コミックス一巻発売中。ダイレクトマーケティングが過ぎるな。買ってはないけど、でも、ゲーミングお嬢様は、なんだっけ、読み切りの時から結構面白いなって思ってて、トレンドに乗りまくってて正直草生えてる。いや、これはもうダメだね。もうジェイド勝てないね。ジェイドってか、もうジェイドに勝てないね。侍。侍じゃない、将軍だったわ。もう将軍か、おっと、これは凄まじい動き。もう将軍は勝てなくな、お前はもう俺に勝てねえぞ。お前はもう俺についてこれねえぞ。そう言わんばかりのジェイドの攻撃。殺し方分かっちゃいました。バイレディレッドジェイド。いや、これは面白いわ。なるほどな。うん、こうやって見るとあれだね、攻撃を避けるキャラなんだけど、ジェイド自体なんか間合い詰めてキックしたりするキャラクターだから、そういうキャラには弱いんだな。なんか相性差やっぱ、うん、やっぱね、 TA ベース相性差はっきりしててすごいいいわ。このゲーム面白いわ。うん、なんだろうな、なんか、なんていうか、こんな感じの動画でいいんかな。なんか割とね、最近ね、感心することが多くてね、なんか、わ、すげえ面白いっていう感動というよりはね、なんか、ああなるほどなっていう、そういうね、なんかだんだんと探求者に近くなってきている。昔から割とそうだった気がするけどね。うん、ちょっとね、最近 TABS やればやるほど面白いんだけど、なんかうおーっていう、そういう感じではなくなってきたなと感じている今日この頃でございます。いや、まあ面白いんだけどね。そう、面白いんだけど、なんかくろうとじみた楽しみ方になってきたなと最近感じております。今回はここら辺で終わらせていただこうと思います。次回のご視聴もよろしくね。バイバイ。